っとここで、おっと、うーわ、じゃあ男らしくパクリと行きましょう。いらなきゃ。どうもバトンマスジョニーです。今日もみんなの尻に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今夜はですね、大阪寄ったらここぞと、ここ寄らなあかんでしょという激辛店に参りました。お水入るのに尻込みする。ちょっと今心臓がバクバクしてます。ちょっと若干ビビってますということで、じゃあ本日のお店がこちらです。今日のお店が辛いもんやギロチン南千葉店ですということで、はい、こんな感じでね、いかにも、ね、これ呪いとか死とか波とか、これちょっと辛さを想像するような上りが立ってますけど、半端ねえな、これやべえな。今日も激辛とバトルしていきましょう。レッツゴー。はい、やってきたんですけども、ギロチン屋さんですね。うわ、これね、見るとね、メニュー表がこれあるんですけども、この辛いのが、ヘタレ、波、教師、鬼、呪い、ゴッドと、これ話聞くとね、これゴッドは食べれない、初めての方は食べれないみたいなので、はい、まあ、今日はですね、この呪いにチャレンジしたいと思います。ギロチンチャーハン、ギロチンチャーハンの呪いで、呪いで呪っちゃってください。はい、今ですね、なんと空島さんが、はい、今チャレンジされてるんですけども、カレーうどん、ゴッドチャーハンとカレーライス、はい、おお、レジェンドじゃないですか。あ、それも食べ終わったらこれがもらえるんです。うーわ、でこれね、はい、食べたら、はい、3つ揃ったら、はい、ゴッドの上のデビル超えてます。デビル、はい、デビルはここの店員さんも作り方を知らないです。へ、はいはい、えー、店長呼ばんだな。マジですか。いや、それにしても汗がやばいですね。ちょいいっすか、近くやばいですね。おビリリだもん。いや、これでね、計払わせてるんですよ、今。なるほど。やめろ、それはやめろ。はい、それだけはやめてくれ。はい、わあ、いい音。はい、これご飯を追加。追加して。おっと、ここで。おっと。うーわ。ええー。わあ、もう。うーわ。出ました。チョロキア。チョロキア炙っちゃうと。おー、ジョロキアさんが喜んでます。はい、ここにトッピング、はい、完成です。はい、いただきます。さあ、お手並み拝見ですよ、ギロチンさんと。じゃあ行こうか、一口目。あー、怖え、怖いぞ。いただきます。あー、辛い、カレー、一瞬でもう顔の周りがもう熱くなってきました。あっ、カレー、カレー、うん、もうたった二口でもうこんな汗かいてますよ。やばくないですか、もう汗かいてびちょこー、やばい。じゃあもうグロッキー状態ですけども、激辛修行に参ったから、こんなところで負けてらんないですけども、うん、もうしかもなんか辛いですけど、噛んでいくとしかも、なんていうか、香ばしいというか、もう辛さの中にも旨味がありますね。うん、うま辛い、やばい、もう飲めましたね、これ。わずかながらこのチャーハンの中に入っているこの玉ねぎで甘みを感じますけれども、あ、まあそれにしてもこのブルートジョロキアのこの辛いやつは、まさにこのベロの下をこうギロチンでちぎれるかのような刺激感がありますけど、うん、うん、うん、あ、具材ね、もう玉ねぎ、チャーシュー、ネギ、卵、もうね、
この具材に全部さっきのジロキアの粉が全部かかってね、全部の具材に辛さが浸透してます。もう全部辛い。残りも残すわずかなんでね、このケリをつけて、はい、この激辛武者修行に。ブートジョロキア系の激辛料理食ってきたんですけど、大体ブートジョロキア入ってるとただただ辛いみたいな、うまさというか辛さの方が勝ってるんですけど、これはブートジョロキア使ってますけど、うまみを感じてますね。はい、辛いですよ。一つ言っておきます、めちゃくちゃ辛いですからこれ、本当にこの汗が物語ってますから。あーやばい。残りますか。はい、完食しましょう。 OK。 あ、違う、ブートジョロキアこれ食べないと認めてくれないと。怪しく赤く照りが輝いてますけども、これやばいな。じゃあもうこれ一気にいっちゃいましょう。じゃあ男らしくパクリといきましょう。いただきます。おおおお、何から何から、何から、ごちそうさまでした。はい、というわけで食べ終わったんですけども、ギロチーナやのイカチャーハン呪い、はぁ、はぁ、おめでとうございます。ありがとうございます。あのね、チャーハン自体は辛い、この通りに汗をかいて、なんとかこのバトルに勝ちました。はい、こんな感じで今挑戦権、このゴッドへの挑戦権をこれもらったのね。はい、挑戦するかな、どうかな、怖いんですけど、まああの機会やれば挑戦しますんで、まああの機会やれば挑戦しますんで、はい、ありがとうございます。辛さレベルの発表していきましょう。ギロチン屋の、激辛チャーハン呪い、辛さレベルじゃらららららららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。はい、ということで、このチャーハン自体は辛さレベル6なんですけど、上に乗ってたブートジョロキアを合わせると足して8です。はい、めちゃくちゃ辛かったです。はい、もうあの一発でね、もうやばいです。もうね、お腹の中が熱くなってきましたけれども、どうやらこれね、呪いをクリアすると次のね、ゴッドをチャレンジできるということで、まあ機会があればぜひチャレンジしたいなと思います。はい、そんな感じで、はい、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いします。もしかしたら、ベロがもうギロチンのように引き裂かれそう。まあ、本当に引き裂かれないんですけど。まああの機会やれば挑戦しますんで。まああの機会やれば挑戦しますんで。